ん教室に戻らなくていいの？チャイムが鳴っちゃったよ。やっぱり寝ぼけてる。さっきのは学校のチャイムじゃないよ。ほら、ちゃんと外を見てね。ここは学校じゃなくてロンドンでしょ。そんなことより今日は友人に頼まれてある品を買い取りに来たんだよ。辰巳先生のお友達？お医者さんか学者さんですか？元インド軍所属の医学博士でベーカー街 221B に住むわしの親友だよ。なんだか妙に嬉しそうに情報を小出しにしますね。あ、ベーカー街に住む医学博士ってまさか！ご存知かな？そう、彼の名はジョン・ H ・ワトソン、かのワトソン博士だ。君は？違うんです。私たちはシャーロック・ホームズさんの代理で金之助さんに会いに来ただけであって、決して怪盗では。なんて可愛らしいメイドさんなんだ。このロンドンで君のように可愛い日本人メイドさんに会えるなんて。僕は笹原たまき、金之助と同じ日本から留学してきた英文学者だよ。たまにって呼んでくれると嬉しいな。金之助。何か見えます。階段が、70段の階段が目の前に。落ち着け、ムツム君。ここはまだ覚醒の世界だぞ。ロンドン塔よ、御社は何時を選んだ。曲がりくねったロンドン塔よ、彼方への遠投に習え。ロンドンよ、猫の夢を見よ。ね、猫？